Mag Cafe of Garden presents Stecky Style。舞い上がれ桜の。皆さんこんにちは、マグカフェアットガーデンのキロです。いかがお過ごしでしたか？東京はなんか雨がパラパラ降っておりますけどね。これからまた暑い夏が来るのかなと思ってドキドキです。皆さん体ご自愛くださいね。さて、早速このコーナー行きましょう。皆さんに素敵な時間と情報をお届けしようと思います。The Voice from 今日は秋田です。マティログさん。キロさん、そして、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライター、そして会社経営をしております。マティログです。秋田に住んでます。今日はですね、私マティログが秋田県のおすすめ情報をお届けします。最後まで聞いてきれな。ですね、この時期秋田県ではですね、男鹿半島というところにあります雲昌寺のアジサイが見ごろなんです。まずこの男鹿半島ってどこにあるのっていう話なんですけど、秋田県を見た時、まあそもそも秋田県東北ですよ、東北、東北の、西側ですね、秋田県を見た時に天狗の鼻のようにこうピョコッと出てる部分があるんです。ここですね、我子はイネガーで有名なナマハゲさんが住んでいる場所でもあります。その男鹿半島にある雲昌寺、副住職がですね、15年を超える歳月を費やして手塩にかけて育てた境内を埋め尽くすブルーのアジサイの群生がとても美しいんです。たった一株から1500株以上に株分けしたアジサイ、一面に咲き誇るアジサイの奥には港町、そして男鹿の海が広がり、ここでしか見られない風景を作り出しています。死ぬまでに行きたい世界の絶景公式ウェブサイト、2017年国内ベスト絶景第1位にも選ばれたこの雲昌寺のアジサイ、今年は7月18日まで楽しめるそうですよ。もし行く機会がありましたら足を運んでみてはいかがでしょうか。それではマティログでした。ヘンバナー。はい、マティログさんありがとうございました。アジサイですか。そっか、東京だともう終わっちゃってるけど秋田の方だとこれからなんですね。あ、ぜひ見に行きたいなと思います。ありがとうございます。さて続いてはインタビューのコーナーです。私が大好きな女優で演出家の高泉敦子さんです。最近だと昨日何食べたとか、あとは NHK だったら週刊子供ニュースのお母さんとか、いろんなテレビ CM もいっぱいいろんなところで出てる憧れのお姉様です。なぜどこから私が好きになったのかちょっとお話ししてますので聞いてください。どうぞ。今日のゲストはなんと高泉敦子さんです。どうもよろしくどうぞ。すいません、お忙しいところありがとうございます。いえいえ、お招きありがとうございます。あのキロと高泉さん、どんな出会いかっていうと、私一方的に12歳からファンでした。12歳って小学生ですか？6年生6年生、あのちょうどポンキッキーズが始まった頃です。あで、あの時に生放送で毎朝山田登呂君と海で泳ぐ教授を見て学校行くっていう、あれはね、本当に生放送だったんですよね。うん、で、7時半から8時半までなんと1時間のパーソナリティっていうか、そのあれは確かね、博品館でオーマイパパっていうあの芝居を作った時に、うん、そのあのプロデューサーのフジテレビの方が見にいらしてきて、うん、でそのあのオーマイパパっていうのは実はその少女が主人公だったんですね。で、あれ前の日まであの始まる、あれ9月の1日に始まったんですけど。うん、その前の日にもう一回カメラのリハがあって、その時までは少女だった。うっそー。でそれでギリギリに、実は私の中にあの変な少年がいるんですけどって役でね、で彼はあんま見たことがなくて、試し質問撮ってみようかって言って、で初めは女の子でおはようって言って、あのウェンジですとかって始まってたんですけど、うん、おはようございます山田登ですとかって言って始まって、それがみんな、なんかスタッフが
わさ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 して、うん、こっちの方がインパクトあるんじゃない、うん、ってなって、うん、突然へえ、そうなったんですね。あとなんだっけ、あの子供番組あるまじきおしゃれ感というかジャズがかかりで中西俊博さん、この間この番組に出ていただいた方のファンにもなっていくっていう感じです。あそこでなんかバイオリンのお兄さん的に出てきてる割にはウッドベースもいてね。えであれは本当にね、実はね、うん、あれとても贅沢な番組で3ヶ月間生でやってみようって、うん、だからもうあの全くあのその告知がなく、うん、突然今までポあの開けポッキーを見てた方がびっくりしたという、びっくりしました、もう電話が鳴り止まず新聞では叩かれる新聞がありそれをいやいやそんなことはないっていう、うん、あのだからね応援してくれる新聞があるとか、はい、であのコンセプトはあの私たち僕たちが子供だったら見たかった子供番組を作ってるみたいな。そうそう、だからバックが音楽があの本当にね、ま、あのいろんなあの人たちがあのいっぱい協力してくれた坂本龍一さんなんかもね。あ、そうだったんですね。みんなあのそういったいい番組作りましょうっていう。いや、その通りだと。あの私が一番覚えてるのはクリスマスイブかなんかの、うん、あの時で、あのクリスマスのニューヨークの子供と新聞社のお話がすごいあのパラパラアニメみたいにあった後に、うん、中西さんたちが生のバンドでクリスマスの演奏をして高泉さんが歌うっていう。そうです、あったあったあった。ねえ、すごかったね。ジョン・レノンもかかるっていう、なんかそれがね、子供心にインパクトあって、それが今の私 あの音楽に伝わってるっていうのは間違いなくあります。あ、本当に。だからよく、あれでも、あの海外から来た人に朝来てもらったりとかね。あ、そうです、そうです。いっぱいあります。もらったりとか、あの子供だからって子供に合わせようってなくて、私の中で、今でもそうなんですけど、あまりあの年代でとか、あとそれから世界ね、お仕事とかってジャンル分けって全くしなくて、音楽はもちろんそうだけど、面白いものは誰が見ても面白い、うん、分かんなくてもなんかいいなって、うん、それは後から分かればいいしっていう、そういうコンセプトでわざとその、子供に合わせてあの言葉も分かりやすくしようとか全くなくて、ないね、そういうのもなかったし、うん、でも嬉しいですね、それ見ててくれて。そこの子供たちが今大人になってこんなことをしてるわけですが、そんな高泉さんあれですよね、もうずっと続いてる舞台になって、今日もその打ち合わせ。はい、ね、大変ですね、作るまではね。でもまあ私はあの早稲田で、演劇研究会っていうところでお芝居始めたんですね、はい、あの決してあの、演劇少女では決してなく、どっちかっていうと演劇や私女子校だったんですけど、うん、演劇やっている人たちは毛嫌いじゃないっていうか、うわーやだな、こう廊下でこうなんか本読みながら、なんかチェーホフとかなんか、うん、あそうなのね、あの練習しながらこうあの歩いてる女子高生を見て、うわーやだなとかって思って、どっちかっていうと、まあ音楽か、まあ映画が好きだったんで、出るというよりは、なんか映画作るそのどうやったらああいうスタッフの中に入れるのかなって、うん、だ反射板かなんかそういうの持つだけでもいいから映画に参加したいと思って、初めはシナリオ研究会に入ってました。あ、そうなんですか。はいはい。でもその時に小劇場ブームって実は東京で起きていて、うん、で。まあ映画よりも、まあ、自主映画っていうのも盛んだったんだけど、すごい小劇場が流行ってたんですね。でそれを見に行った時に、うん、映画もいいけど、そっか、あの嘘のことをその時間に本当に思わせるっていうのってすごいなって、うんうん、黒テントっていうのを見て、そのキネマと怪人っていうのがまたその、まあ、映画っぽい芝居だったんですね、うんうん、それ見た時にびっくりしちゃって、なんかこの今の2時間半って何だったんだろうっていうか、うんうん、嘘なのにその中にいた時には本当リアルタイムだったっていうのがすごい衝撃的でしたね。それから、うん、あ、演劇やってみようかなと思ったけど、初めはちょっとついていけなかった。はあ。だから両方やってました。私あの、同級生が立教にいたので、うんうん、立教でバンドブルースバンドだったんですけど、はいはい、それをやりながらあのお芝居やってたんですけど、ある日演出家に呼ばれて、どっちか選べって、お前はなんかどっちにも逃げてるって言われて、あらあら、うん、そうかと思って、
で私がその時に、あのお芝居を選んだ理由はそのメンバーがですね公演やってるともう立教の、もう片付けをしない、はい、男たち、うんうん、もうタバコ吸ってなんか飲んだりとかなんか何こいつだと思って、うんうん、で私が一生懸命片付けてた。ところが早稲田の演劇研究会は男たちが働くという、あっという間に、まあ、あの重い荷物がバーッとなんかね片付けて、まあ、バラシっていうんだけど、それ見た時にすごいなってなんか、信頼できるかなと思って、うんうん、それで芝居を選んだという。でも割と正直なところそうでしたね。へえ、うん、そんな高泉さんがじゃこの冬もやるかもしれない僕のフレンチ、うん、はいはい、こちらについてよかったら皆さんに教えていただいてもいいですか。あのですね、私はずっとその、まあ、早稲田の演劇研究会卒業してから有機会ゼネトシアターっていう、劇団を作って、まあ、そこで本を書いて、うん、でそこで、主演というのをさせてもらってたんだけど、はい、私でもその演劇研究会にいる時から自分の中でこう、まあ、こういったものを作りたいってもうあったのね。でそれが、まあ、その時にもちょっと演劇嫌いのところがあったので、演劇らしからぬあまり芝居っぽくなく、うんうん、映画を見ているような雰囲気 でそんな芝居を描きたいなと思ってたんです。だから割と音楽重視でした。あのなぜ映画がいいかっていうと、映画音楽が好きだったので、私がその時見てた、まあ、あのお芝居とアジテーションというのかな、うん、割とこうだっていうような芝居が多かったんだけど、周りがね、うん、すごく嫌で、あのあんまり言葉が少なくてもいいんじゃないかなっていう。で、あのあるシーンがあって、その後に必ず音楽が流れていて、でその音楽がそのシーンをわーってそのなんていうかイメージを膨らませてくれるっていう、うん、そういった芝居を作りたかったという一つあったんです。でそれがストレートプレイでそういう芝居を書いてたんですが、もう一つはもっと短編で一つ一つがね、うん、でもしそのさっき言った映画音楽みたいなものがストレートプレイの時には、まあいわゆる既成の音楽を使ったりとかでしたんだけど、うん、生の演奏でできないかなと思ったんです、はあ、だからミュージカルとかではなくってちゃんと独立して、うん、音楽あの芝居は芝居であって、でその芝居のイメージっていうか、それを3分間ぐらい演奏してくれるって、うん、インストリメンタルですね、うん、そういうのでできないかなって思って考えたのがアラカルトという、あのレストランを舞台にして、であのその時まだレストランブームではなかったんですけど、あのなんかそのレストラン食べるっていうその食べるシーンとかすごく好きだったので、うん、そのテーブルにいろんな人が来るじゃないですか、お店レストランで、うん、普通 あの、まあ、居酒屋とかとまた違って何かがあって時にしかレストランってあの行かないんですよね。行かない。今はなんかだんだんねそれができるけどね、うんうん、例えばあの、まあ、ルーカルなプロポーズするとか、あともしかしたら本当はそのあの好きだって言っててもなかなか多分二人は会わない、こう会えなくなるのかなって予感をしながら最後のね食事をしてる二人とか、うん、あとはうーん長く結婚してきてどうして私たちこんな風にしてこの人と結婚しちゃったんだろうっていう夫婦とかねあとなぜか女性が一人で食事してるとかで、なぜか父親とその少女が二人で食事してる、うん、ママはいない、うん、でなんかそういった風景を短く短編短編にして、まるでメニューのように始まっていく前菜の食べているシーン、それから、メインを食べている2人、うん、でそれから、デザートを食べている人たち人の話、うん、で最後はあの食後酒というか、そういうメニューと同じような感じで始まっていくような、そういった芝居を書いてみて、でそれを、その話をまた味付けしてくれるのが中西さんの、 あの率いるあのメンバーの音楽、うんうん、まあ、贅沢ですけどね、贅沢ですね、そういうのができたらいいなって言ったらそれが実現してなんとそれが青山の演劇劇場というところでやって、
劇場の方が先なくなりましたね。本当ですね。27回演劇劇場やって、はい、でその後30周年を池袋の芸術劇場のイーストっていうところでやって、はい、で30周年を迎えたのを機にもっと軽やかになりたいなって、うんうん、やっぱりねそれぐらいの生 の, 演奏を使って舞台でそれも一応コンセプトはちゃんとそのメニューに出てくる、お料理を作って食べながらワインも紹介してっていうものすごいやっぱり35人ぐらいですかねスタッフでいれば、うん、すごく大所帯になったなってなった時に私たちもだんだんとその年を重ねていくわけでもっと身軽にできてあと呼ばれたらどこでも行けるようなそういった舞台をこれから目指していきたいなって思ってできたのが僕のフレンチっていう。なるほど。だから世界観は同じなんですけどね。そうですね。もうちょっとお客さんに近づいた。でお客さんも、お芝居に出てくる、お料理を食べられる。でこちらが紹介しているワインも飲めちゃうという。なるほど。じゃあいわゆる舞台らしい舞台ステージじゃないところでもやるかもしれない。本当のレストランですね。そこを使ってやってます。だからレストランの人たちの協力がないとできないっていうのもあるけど、だからいろんなハプニングがいっぱい起きますね。うん、ワインが開かなかったりとか。本物ですからね。そう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 。あと、まあお料理がなかなかその間に合わなかったりとか、うん、そこはアドリブで話をしてつなぐという。なるほど。はい、じゃあよかったらそんな舞台にまつわる一曲よかったら。はいはい。必ずその、ショータイムっていうのがあって、うん、そこで毎年、クリスマスが舞台なんですね。でお料理 の, なんかそういったイメージの曲をいつも用意しています。で私がすごく好きな、曲があって、でそれはですね、世界の何だかなあそう世界中の味を盗んでランデブっていうジプシースイングなんですね、うん、とても、軽やかなジャズです。ぜひお聴きください。自慢の料理チビジェン、忘れられない赤プルーコー、メキシカンロックなパブ、テキラ風味の豚の頭、自慢の料理ラパス、スイングダンにランデブー、クレジェンダンスにドッテルピアドンパーソンドッテドゥ、怪しげなナイトクラブ、スパイシーハーブのピンクのフィッシュ、自慢の料理バクテ、忘れられないホノルル、海のそばのコテージ、パパイヤタコポッキ、テキテキロコモコ、自慢の料理ロミロン、
はい、ということで高泉さんから、お知らせがあるということなんですが、はい、はい、よろしいですか。さっきも話してたんですけど、私はどっちかというとお芝居よりもその前に映画が好きで、ジャズが好きで、で迷いながらこの演劇の世界に入ってしまったという、で未だにいつも思うのは、映画を見てきたから、芝居をかけたというのがあり、ジャズがあったから私は支えられてた。つまり、まあ、私変な役者で、まあ、デビューした時には少年少女からおばあちゃんまで演じられる役者という。そうです、そうです。だから最初私の、楽屋ってあんまり女性のドレスとか女性っぽい服は全くなく、サラリーマンおじいちゃんの格好とかおばあちゃんの格好とか着物もありますね。そうですね、あんまり色のものがなく、はい、で、だからちょっと未だに言われます、同じような役者っていうか私みたいなことやってる役者はちょっと少なくって、いないかな。そっか、大変ってこの役者なんですけど、でもそのなぜこうなってしまったか、なぜ私が少年をやったか、なぜ少女なのか、なぜサラリーマンなのか、なぜおばあちゃんなのかっていうのを、その時代時代を追って、早稲田で入った時の演劇を始めた頃の私の、時代、実はこの人物は山田少年っていうのはあの時のウッディ・アーレンの映画からだったんですよ。で曲はこの曲ですよっていうのを紹介しながらやっていきたいな。サラリーマンは実は私はジャック・レモンという俳優さんが、そうね、少女の頃から大好きで、男性に生まれてきたらジャック・レモンになりたいという夢だったんですね。でももう一つルーシーっていう、私が子供の時ルーシーショーっていうのをやっていて、はい、あ、でもルーシーがいるからルーシーになればいいんだっていう両方あるんですね。だから私の芝居でやる女性はどっかルーシーで、で男性はジャック・レモンで、少年はウディアレンっていう。でそれを、もう映画のライブもやってるんです、シネマトークっていう。その私はこの人と知り合って今人生がとても幸せになってるんですけど、私以上に本当にもう暗くならないぐらい毎日毎日映画見てきてて、私よりも年上だと思ったんですね、詳しいから、はい、そしたらなんと私よりも5歳下だったと。佐藤俊明さんっていうもう娯楽映画研究家、こう一緒にこう飲みながら喋っていて、あれなんだっけ、ちょっとはいはいこれはねって言ってくれるって、もうね、映画好きには必ずいてほしい相手なんですけど、彼に来てもらって、で私のその話し相手にしてもらい、彼はちゃんと、論理的に年代を追って説明してくれるので、私は彼に任せて、それでじゃあこの歌を歌いましょうとかで、あ、じゃあやっぱりインストゥルメンタルでいいよね、映画音楽をって言って、まあ、有田さん率いる、今回トリオで演奏してもらおうと思います。有田さんもものすごい、まあ、もちろん音楽詳しいんだけど映画も詳しくて、もう何年何年まで出てきますから、すごくマニアックな中で楽しみながら、ぜひぜひ見にいらしてほしいんですけど、パフォーマンス・イン・マイ・ページというタイトルで、映画とジャズと登場人物という、ちょっとね、面白そうなタイトルでしょ、7月の24日、日曜日ですよ、はい、夏の日曜日いいですよね、私7月の26日が誕生日なんです、あ、プレゼントなんてそんな、もう美味しいワインとスイカでいいです。でスイカ大好きなんでね。本当に最近ね、だから誕生日にスイカを持ってる人が増えてて、スイカは1個でいいんで。わかりました。で7月24日、5時からオープンで、
もうあのお料理も食べられます、はい、ここ美味しいです。あの渋谷の、セルリアンホテルの2階の、JJ ブラッドっていう、あのアッキョさんいらっしゃったありますね、はい、あ、はい、あのとても落ち着くところでいいところです、はい、ぜひぜひいらっしゃいませ。待ってます。ありがとうございました。高泉悦子さんでした、はい、ありがとうございます。はい、エンディングです。いかがでしたでしょうか。またちょっとね、続きは後ほど高泉さんとのお話お楽しみに。さて、ステーキスタイルではですね、お便りとか募集してます。私マグカフェアットガーデンキロの情報ぜひ見てほしい、聞いてほしいです。マグカフェアットガーデンで検索してください。 YouTube とかサブスクとか聞くこともできるし、ホームページもあります。それではまた来週お会いしましょうね。キロでした。バイバイ。